はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回お届けしていくのはですね、ウィニングポスト8の2015、日本ダービーを取るためのシーズン2ということで、お届けをしていきたいと思います。前回はですね、1985年の1年間お届けしました。今回は1986年をプレイしていきたいと思います。ぜひぜひ、最後までご覧いただければなと思います。まずはですね、持ってる馬の状態から確認していきましょう。まずは桜豊をですね、これは6億円で買った馬です。どっちかっていうと、もうお金を貯めるために買った馬ですね。あとパワーチャンスズラン以下が、自家製3馬、ちょっと残念ながら、オープンになっていないんですが、その下ですね、パワーチャングルーム、パワーチャンピール、ホルム、ヨークというのが揃ってる馬ですね。それでは早速ですね、進めていきたいと思います。まずは豊王の次戦が中山記念ですね。ここまで進めていっちゃいましょう。なんとかね、パワーチャンスズラン以下オープンに早く上がってほしいとこなんですけどね。そして、奥さんのパワーよしこさん、なんか大事な話があると言ってますが、なるほど、このパターンはおめでたパターンですね。そうですね、はい、おめでたです、ありがとうございます。さあ、おめでたの後、いいニュースがね、届けられるように、自家製3番に頑張ってもらいたいところなんですけどね。まずは桜豊を。しっかりと豊川王に頑張ってもらいたいところですけど、で桜豊川王は距離適正が、まあなんて言うんでしょう、 2000m までかなっていうところなので、これからはですね、しばらくの間は 2000m までをめどに重賞戦線で勝負していきたいと思います。そして今桜豊を先頭にいますが、勝負服は水色一色です。さあ豊を逃げ切れるか、逃げ切れるか、よし、抑え切れましたね。この中山記念を取ったので、次のレースどこ向かうかというところですね。まあ、安田記念でもいいかなという気はするんですが、ホワイトデーのプレゼントをね、あげたようです。さあ豊王の次戦は大阪杯。まあ大阪杯自体はいいかなと思いますね。で大阪杯の次どこに向かうかというところですけど、
マイラーズカップはないよな。新潟記念かな、この芝2000は。新潟大賞典ですね。まあ、新潟大賞典でもいいかなっていう気もしますけど。そうですね、新潟大賞典ですかね。とりあえず次、時事層、次の次まで決めましたんで。まあ、この1年間本当に桜豊かを中心にお金を貯めていくっていうのがね、中心になると思いますんで。結城まおみにの有馬桜子さんですね、こちらは。まずは桜井隆を G2 の大阪杯、ここは取ってもらいたいですね。2番人気になってますが、1番人気は釧路キングもね、よく馬を合わせる常連馬ですね。やっぱりウィンザーノットが一番人気なんですね。5番の赤い帽子がウィンザーノット。豊川王はというと、緑の帽子に水色一色の勝負服。この大阪杯は勝っておきたい。桜井隆王が先頭に立ってますね。ただ圧勝ですね、豊川王圧勝。やっぱり豊川王この2000m は強いですね。天皇賞はちょっとね、距離適正的に NG ですね。ですので予定通り新潟大賞典に向かいます。他の馬がついてきていないのが気がかりといえば気がかりですが、配合していきましょう。桜進撃をつけときますかね。ノーザンテストつけたいですけどね。カツラギエースをつけますか。カツラギエース、カツラギエース、ジャパンカップかなんか勝った馬ですよね。これといった馬がいないですけど、クラウドプリンスをつけてみますか。というわけで、新潟大賞典桜豊かを
まあ、ここはね確実に勝ってもらいたいところですね。もう桜豊を相手としてスノープライズが一緒に出ると。ただ残念ながらこの豊王の 2000m は本当に強いですからね。一番人気に押されてます。まあ強いて不安要素を挙げるんであれば、今見た感じだと16枠に入ってますからね。まあそこが外を回る分どうかという。まあでももうこの時点で前目にいますからね、安心感ありますね。ここで先頭変わりました。先頭は桜井隆夫、残り 200m、 桜井隆夫、余力は十分か、さらに引き離す。わーぶっちぎるな、これは圧倒的ですね。桜井隆夫完勝。桜井隆夫1着、2着はスピードヒーロー、一番人気に応えました。桜井隆夫見事です。これはもう豊夫は秋の天皇賞秋に向かう感じになりそうですね。お客様が本当に多い。さあ豊王の次走は鳴尾記念に出る予定ですね。そしたら夏競馬には参戦せずに秋戦線に向かう感じになりそうですね、桜豊王は。3頭とも重大してますね。ここは桜井隆を無難に勝ってくれるでしょうと。まあ桜井隆を一番人気に押されてますね。得意の 2000m ですからね。秋は一番の目標は天皇賞秋で、その後マイルチャンピオンシップとかね、1600とかでね勝負した方がいいかなって感じはしますけどね。まあもうこの辺りは本当に無難な感じですね。雨の馬場ももろともしないいい走りをしてくれました。
桜井タカオどうしようかな。ルドルフとの対戦っていう意味では、まあちょっと出てみてもいいかなって感じもしますしね。 2200m が適応できるかっていう見極めでもいいかもしれないですね。宝塚記念は7月の2週目ですかね。ごめんなさい、6月の4週目ですね。ちょっと調子が良くなさそうですけど、調子がちょっと微妙だな。ただこれでどれぐらい戦えるかっていうのはね、ちょっと見ておきたいですね。あ、2番人気に押されてますね。豊川は山のスキーが1枠1番、西野ライデンが3番人気ですね。ダイナコスモス、釧路キングも出てますね。そして一番人気がキャニオンラインですね。そして、大外に桜豊王という布陣です。豊川は伸びてこないか。ダメだな。桜井豊川は馬群に沈みましたね。10着も際どいかなというところだな。ちょっと残念でしたね。この雨の馬場でレコード勝ちしてるな、桜サニオは。豊川は11着に沈んでいます。ちょっとね、距離適正がやっぱ 2000m までかなというとこですね。桜豊川に関して言うと、ちょっと秋の再始動に関してはそのあたりを意識したローテーションを組んであげたいと思います。桜井高尾はちょっと一回放牧に出してあげましょう。疲れも出てそうですしね。4週間放牧に出してあげて、その間がっつりと進めちゃいましょう。ちょっと豊川以外の馬が全然上がってきてないのが気になります。で、豊川の小倉記念はちょっと回避した方がいいですよね。で、年内のローテーションをもう決めちゃいましょう。札幌記念から始動しましょうね。なんだって？
8月の4週の札幌記念はまだ仕上がっていないと、仕上がりが間に合わないんですね。まあそこまで言うんであれば新潟記念はいけそうですね。9月の1週目。そしたら天皇賞が10月の5週目なので、9月の4週目あたりに1個レースを挟んでおきたいですね。2200m はちょっと出せる気がしないんだよな。まあちょっと無理してね走らせる必要もないですからやめときましょう。そしてマイルチャンピオンシップに出て12月ですね。あとは有馬記念とかちょっと怖すぎて出れませんので、チャレンジカップでもないしな。ちょうどいい感じのレースが ないですね。まあ無理して出走させなくてもいいかなっていう感じもしますんで、阪神カップ G2、 ちょっとこの G2 のレース出してみますか。 1400m どこまで対応できるかどうかっていうのね、ちょっと見ておきたいですからね。さあそろそろパワーチャンスズラン以下オープンに上がってきてほしいとこだけどな。おっとっと、ごめんなさい、ちょっと間違えましたね。パーチャンホルマー5着。いまいち勝ち抜けてこないですね。まさに豊かを頼みと。2番人気か。1番人気はどの馬なんだ。3番人気が待ち金将軍。で13番オレンジの星が桜井隆夫。あーウィンザーノットね。ただこの 2000m でウィンザーノットに負けたことはまだありませんね。さあ豊かを大丈夫か、大丈夫か、危なかったな。ちょっと最後ね、
微妙なところでしたけど、やっぱり力でねじ伏せた、そんな感じの競馬ですね。まずは秋の指導新潟を取りました。そしたらこの後しっかり疲れを抜いてですね、天皇賞に向かっていきたいと思います。子供が生まれましたね。女の子ですね、今度は。そしたらパワープロちゃんにしましょう。いや、読み方そのままパワープロなんですけど、プロいい名前ね。正気かね、このパワーよしこさんは。さあ、繁殖牝馬セールですけど、とてもね、買えるほどのお金の余裕はないので、見送りましょう。まずは、天皇賞秋。豊かおにしっかり買ってもらって、お金をね稼がないといけませんからね。天皇賞は着取ってほしいですね、豊かおに。そうするとお金がまあ3億ぐらいになるんで、まあ、多少ねゆとりが出てきそうですね。豊かおは貫禄の2番人気。5番赤い帽子が桜豊かおです。一番人気はダービー馬ミホシンさんですね。いや、ダービー勝ってんのかな、ミホシンさんは。今回だとこのゲーム上ではミホシンさんが勝ってるかどうかちょっとわからないですけどね。あ、しまった。 G1 だったんで全部のレース見たかったんですけど、癖でダイジェストにしてしまいましたけど、まあね、ダイジェストでお楽しみください。注意すべきはオレンジの帽子、釧路キング、ミホシンザン、ウィンザーノット、この辺りですね。桜豊かおはいいとこにつけてますね。
豊王は先頭。いやいやいや、前にもう一頭いますね。豊王は現在3頭目というところですね。5番の赤い帽子です。さあ桜豊王、ここで最後の直線です。さあ豊王追ってこい。いいぞ豊王、させよし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 、豊王させ。うん、豊王が差し切る。よしよし、桜井隆夫、ここは天皇賞初の G1 制覇ですね。やっぱり桜井隆夫 2000m は強い。お、シュボバがこれでか、保有できるようになりましたね。早速作っときましょう。もうここはかかりますけどね、作ります。万万が一豊王がね、この先早々に引退なんてことになった時にしっかり囲えるようにしといてあげましょう。そしてマイルが通用するかっていうね、確認をしていきましょう。この 1600m マイルチャンピオンシップに桜井隆夫を出走させます。もう堂々の一番人気ですね、桜井隆夫は。これでもし桜井隆夫が 1600m のマイルチャンピオンシップ取れるようであれば、春もね、安田記念とかっていうのを使っていくっていうことになると思います。どうだ、逃げ切れんのか、差し切られたか、どうか、どっちかな。やや豊王体勢有利っていう感じはしましたけどね。どっちだ。うん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 、豊王っぽいですけどね。掲示板に11番がつけば豊王、花差で豊王です。 G1 これで2勝目。これで春はもう安田記念が見えましたね。そしたらですね、ちょっと桜井隆夫に関しては阪神カップを無理に使わせる必要はないですね。もう貫禄の G1 ですからね。
ですので、しばらく休ませてですね、指導は2月に入ってからでいいかな。小倉大商店から入っていきましょう。というわけで、豊尾はしばらく放牧に出しましょう。4週間の放牧に出します。これ初めての表彰式ですね。桜井隆雄は天皇賞秋とマイルチャンピオンシップを取ってます。ダービーはダイナガリバーが勝ったんですね。おお、最多賞金獲得騎手に森秀樹が選ばれてますね。賞金40億。まあ桜井隆雄もね、貢献させてもらいましたね。そういった意味では、最優秀4歳以上ボババ美穂新山が輝いてますね。年度代表は美穂新山、まあ、ジャパンカップ勝ってますしね。有馬記念、ただ桜井隆雄も G1 2勝を挙げてますからね。1987年、まあ次の年もね、桜井隆雄には頑張ってお金を稼いでもらいましょう。というわけで、今回はですね、1986年の様子をねお届けしました。まあ、天皇賞秋では美穂新山と戦いましたしね、まあそこでも勝ちましたし、マイルチャンピオンシップでもしっかり結果を残してくれた桜井隆雄、1986年もぜひぜひご期待ください。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。